1日経っても治りませんでした。だいぶ治った方だけど、これでも。でもすごい楽しかったです。楽しかった。選抜期おめでとうございます。おー、ありがとう。そう、いろいろありましたね、ここ。先週は、先週なのか、ゼップツアーはちょっとわかんないんですけど、ケスマくんだいぶ治ったよ。毎日目薬塗ってる。ちょっと赤いかなぐらい。そう、ではもう今日は疲れすぎて、もうね、動けませんでした。この前言えなかったので、先発復帰おめでとうございます。ありがとうございます。こんばんは、初見の方こんばんは。そう、それで何話そうとしたんだっけな。そう、いかがでした？昨日の ZEP を配信で見た方、会場に来てくださった方がもしいたら。青海さんツアーと痩せた。そう、でもなんかね、 AKB の配信見てきた。そうなの？ SKE よ、私。いらっしゃいませ。 SKE もいかがですか？いかがですか？お、こんばんは、こんばんは。そう、本当にもういなのも16人姉妹の歌のユニットを3姉妹でやらせてもらったんですけど、もう楽しすぎて、もう本当に未だにおもろい。もう何回見ても面白い。実期生の2じゃないよ、見た？見てない、見てないです。動画かな。ツアー行きたかった。ぜひまだあと福岡があるので、もし来れたら来てください。いつもより客席へのアピールが強かった。本当本当ですか？そうですね、最初の頭4曲が公演曲だったりとか、あとはダンスブロックがあったりとか、愛のあるセットリストがたくさん組まれてたりとか、ユニットをやったりとか。皆さんは何が好きでした？愛しているとか、愛していたとか、会ってみたとこで何も変わらない。感動しすぎて泣きまくった。嬉しい、めっちゃ嬉しい。それ、効果ミニとかあるのさ、どうでしょう、変わるのかな、変わらないのかな。フルマリオン、フルマリオン、ひなのほんまに黒の衣装が似合う？本当？嬉しい。前髪がキモい、キモいです。あー、ハルマリオン、はいはい、そういうことですね。そう、アクセサリー飛ばしたんです。蒸し返し、わかんない、その行方は私にはわかりません、未だに。名前の由来、フルマリオンの名前の由来わからない。私はわからない。ファンの人の方が詳しい。そう、アフタートークも面白いの。もアフタートークも大好きで、いいなの。なんかいつもそれこそ ZEP ツアーの後にアフタートークするんだけど、そのアフタートークの時もやっぱみんなまださ、もうすぐだったの、終わってすぐ、そのアフタートークを取りに行ったから、なんかもうアドレナリンがまだ効いてるから、みんなまだハイなの。ハイと疲れの、なんか
本郷みたいな感じですごい面白かった。今を見るともうおもろって感じ。なぜ靴下片っぽだけだったのかというと、足を冷やしてたので靴下を脱いでたんですよ、ちょうど。そう、エスコンへのドキュメンタリー見た、アミさんの努力に涙。そうだよ、私のあの表舞台の裏にはちゃんと汗と涙が隠れているので、ぜひぜひそこにも注目です。え、そう、窓際見たの。またもちかさんしっかりセンターしてた。かっこよかった、かわいかった、かわいいかかったんじゃない、かわいいみたいな。うちのリーダーかわいいです。こんばんは、あんにゃん、あんにゃんせよん。そうね、その16日試合でね、あおみやらかしたりとかいろいろありましたけど、まあそれも一つ本当にもう本当に大謝罪も込めての思い出かなって思いますね。ダンスブロックはいかがでした？かっこよかった？もうあれも本当に難しくて、本当にめっちゃ難しかったの。今はもう振りが体に入ってるので踊れるんですけど、覚えるときは本当にむずみたいな、むずの一点張りでしたね。そう、目がお疲れなの、お疲れ二重って感じでしょ。アメビが衝撃的。そうか、ひなのたちはもう何回もやってるから、もうなんていうの、もう衝撃的って思わない。もうでも演出がすごすぎて、やっぱり何回見てもそれはもう本当にそれは衝撃的でした。なんかアメピオ全体曲でやるっていう衝撃的なものはなくなっちゃったけど、あの演出は何回見ても衝撃的。失恋もやっぱり愛があっての失恋なので、やっぱりそれは愛というテーマに合ってるんじゃないでしょうか。意義があったら何でも。でもみんなのも客席で見たことない、まあ、うちらのあるあるなんだけど、客席で見たことないからなんか感じた、もうちょっと味わいたいですね、皆さんの感動を一緒に。私もやっぱ生で見るのとさ、動画で見るのってやっぱまた絶対違うから。え、いなのも君が思ってるより大好きなの、だから歌えてよかった。国上おいで、朝になったら涙拭いて愛の世界へ。でも今回のゼップのライブはもちろん近い方がメンバーの顔が見れたりするかもしれないけど、2階席とか後ろの方が全体が見えるから、それこそダンスブロックとかはすごい映えるんじゃないかなって、すごい見やすいんじゃないかなって思います。いや、もうこういううち大好きなの。ラップが好き、ラップするの。ラップ
ラップ極めたい。かっこつけてもしょうがねえじゃん、近くにいれば伝わるだろう。ハートの鼓動は言えないこと、バン、ドキドキイコールラブ。嘘なんかつけない、騙せやしない。こんなに分かりやすいフラグだった、大好きだってタールタート分かるだろ、こういうオチフラグ。やっね、福岡のツアー来てほしいな。それこそね、九州の方とか来てほしい。スキー興味なくても来てほしい。あれ見たら、あれ見て興味持ってくれたらいいなって思う。ダンスブロックのとことかさ、正直さ、もうアイドルっぽくないじゃん、かっこいい感じだから。なんかもう振りを入れてくれた先生も本当にすごい先生たちばっかりなので、そうだから、それこそなんかアイドルに興味ない人も、え、スキーってこんな踊れんだみたいなって思ってもらえたら勝ち、私たちの勝ち。ねえ、めっちゃ痩せたかな、アイナの。痩せました？痩せた？腕はもともと細いの、アイナの腕は、あの骨が弱いんで。腕弱い系女子。で、弱い系女子どうも言われる、痩せたって嬉しい。そう、みんなのか弱いものだから、みんな守ってね、ちゃんと守ってくんないと折れちゃう。折れちゃうよ、みんな守ってくんないと。ガリガリ君、足細くなった、わかるわかる。なんかね、じゃあなんかさ、なんかね、なんかなんかさ、あのあれあるじゃないですか、あの DMM ってね、プレイバックって言って、昔の映像が今になって流れることがあるんですけど、その時まだひなのが18歳の時とかの映像が流れてるんですけど、もうパンパンすぎて自分マジで。なんか別にあの時太ってなかったの、自分も太ってないと思ってたの、マジでガチで太ってないと思ってたし、別に太ってるなんて言われたこともない。なのにもう今見るともうパンパンすぎて、もう辛い、辛すぎてもう見てらんないみたいな、あんな丸かったみたいな。いやー、でもやっぱさ、人ってさ、年を取るとさ、あれじゃん、シュッてなるじゃん、わかる？そうなの、それはそうなのね。人って二十歳超えるとマジこけるっていうのかな。なんかシュッてなるの、だからわかるんだけど、でもあの時も別に太ってないのなの。そう、あの頃あの子で可愛い、もうそれはすごい褒め言葉、もう嬉しいけど、なんか今が細いから、細くなったじゃん、今の痩せたじゃん、これこけた、もうこけたが一番合ってんだけど、なんかこけたからこそ、もう昔がパンパンすぎて、よくあれでステージ立ってたなと思うと、もう恥ずかしくて、見ないでほしい、見ないでほしいです。見ないでほしい。で、当時そのこと、ひなのも思わなかったよ、太ってたなんて思ってない、今思うの。でも確かにあの時の方がホルモン分泌はマジで勝ってた、優勝だって。今ホルモン足りてないのか知らないんですけど、ニキビできまくり、あの時ニキビマジできなかったから、その分ぽっちゃりしてた方がニキビはできないのかもしれない、からそこは悔しい、年齢の差って感じ。え、細すぎっていうほど細くのもないの、別にひなのって。え、忙しくなってるかもだけど、あの時も忙しかったの、今の正味研究生の、ありがたいことにね、ありがたいことに研究生の頃なんてさ、やっぱり覚えることがまず多かったし、やっぱ何も知らないから、今はやってさ、やってきた経験もあるから、それでちょっといつも覚えよりも覚える時間が短くなったりとかはあるけど、研究生の頃なんてさ、もう初めてのことばっかりで覚えること多かったし、
ありがたいことにすごいさ、いろんなことをさせてもらってたから、入った時から。そうだから難しいとこですね。少し慣れた、確かに慣れた、慣れとかは未だに緊張することもあるし、初めてのこともめっちゃ多いから、まだそれこそ新公演だってそうだし、初めてのことも多いから慣れてはないけど、でもだいぶなんか余裕を持てるようになりました。今回はムカついてない。まあまあまあ今回はね、まあ今回もまあまあまあこの話はやめときましょう。そう、髪色もね変わったしね。このインナーちゃんたちももう早く髪の毛変えてくれって言ってますね。でもね、鉄菜とかさ始まるじゃん、また鉄菜公演がまた始まって、そしてなんか自分もさ出てたから2年前かな、もう、はあ、懐かしいですね。でも出るのかは分かんないんですが、まだまだ。でも結構ひなのの鉄菜を好きでいてくれてるファンの方が多いので、その分鉄菜はちょっとやりたいなって気持ちもありつつ、でもちょっと思い出すの大変だなっていうのもありつつね、ありつつね、別にありつつって言ってるだけ、言うことは自由なんで、はい、皆さんやめてください。はい、あの頃はコールができたの、まだひなのが昇格してからあの声が出せなくなっちゃったから、あの鉄菜の時は全然出せたから、ひなのが可愛いっていつも、いや全然もう受け入れてた、めっちゃ受け入れてた、気持ちよかったねあれはね。でも出る可能性なくはないんじゃない？だってそれこそ今回もシャッフルみたいな感じでチームの公演ではないと思うから、わかんない、ひなのも全然情報知らない人間なんで私。もっとジタバタしながらやりたいことだけやればいい、失敗したってみたいな、もう一度やり直そう、何も恐れることはない、遠回りでも時間ある。お、初見の方ありがとうございます。青美奈々です。 Every day。 そう、でも今多分あれなんですよ、ひなのをこうやって応援してくれてる方で、きっとひなのが鉄菜に出てるとこ見たことないかったりとか、青春ガールズも、まあ一回昇格してからやったことあるけど見たことないっていう方もいると思うし、だからやっぱりね、ちょっと改めて出てみたいって気持ちももちろんあります。はい、ほら見たことないです、だってバックダンスはね意外と楽しいんだよね、あれ。でも1回だけかな、1回だけやったことあるのバックダンス。あ、初見の方こんばんは、 SK48 青見なのです、よろしくお願いします。明日か、鉄菜、え、明日なんだ、早いね、明日なんだ、楽しみね、みんなが何をするのか。推しに隠れて見てた、よかった見てくれてんなら嬉しい。そう、すごいさね、今でも思うんだけど、ひなのってなんでそんなさ、すごいね、本当に劇場とかそれこそコンサートとかでなんかすごい
好きになってくれる方が本当に多いのね。なのってありがたいことに、本当に嬉しいの、本当に嬉しいことなんだけど、なんかさ、人それぞれあるじゃん、得意分野みたいな。ファンの人を魅了できる場所が、で私はそれがパフォー、もう本当にありがたいことにパフォーマンスだったのね。そう でもパフォーマンスはすごい、ひなのもうメンバーを見ててこの子すごいなとか、それこそ新公演の時に見てた時にすごいなってすごい改めて思うことが多かったから、なんかすごいですね、ありがたいです。でもそうやって言ってくれる、そのパフォーマンスがいいって言ってくれるのは私の強みだと思うので、そこはこれからも頑張りたいと思います。嬉しいですね。でも本当にね、なんかありがたいことに本当になんか嬉しい、ひなのなんかこのまま本当になんていうの、なんか正味さ、今こうやって好きでいてくれたりとか応援してくれてる人ってマジでさ、ひなのが何言ってもさ笑ってくれるやん。わかる？なんかさ、こんなアイドル多分いないんだろうなってひなのでも思うのよ。なんかもう適当だし雑だしうるさいし口悪いしみたいな、なんか本当にね、あっ危ない、すぐ携帯落としちゃう。そう、それがねありがたいですね。本当にやりやすいったらありゃしないみたいな感じですね。カメラ落とすしね、本当に。あ、研究生行くぞ、懐かしい。あれだよね、なんだっけ、周年の時だよね。でもいいの、今でも思うんだけどさ、あ、もう全然話関係ないんだけどさ、あのこの髪色ってさ、めっちゃさ愛は君に愛は僕に公演の衣装に合ってると思うんだけど、どうですか？合ってますよね。合ってます、はい、合ってます。11周年が多分ひなのの初めての周年の参加、周年参加だった気がする。ところで選抜復帰おめでとう、ありがとう。そうだよ、みんなそうだよ。待って、ちょっとさ冷静に考えて、多分今私選抜復帰して初めてのショールームなので、ちょっと今からかしこまります、スタート。はい、ということで、いやあれから半年ですか、半年が経ちましたね皆さん。ちょ、冷静に考えて、いや本当になんかいろいろありましたね。いろいろこの半年間いろいろあって、本当にたくさんの方が、あ、でもな、生誕祭で言いたいんだよね。そう、みんなのね、すぐさこういうとこで話しちゃうからね、もったいない、もったいなくない、わかる？見て、いなのめっちゃさ足にあざできんだよね最近。なんだと思う？なんだと思いますか？足にすぐあざできるの。でもね、ちょっと際どいとこだからちょっと見せらんないんだけど。マジで見せたいぐらい。いや本当にあの、半年じゃ話しますね。あー、そうそうね、それをきっかけに嬉しい、好きになってくれた、あのアメブロ毎日見に来ないでください。アメブロを多分見ても、多分、いや書きますよ、もちろん書く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 から、あの
書いたら言うね、書いたら言うから、その時に、その時見てね、絶対約束あのアメブロってまだあれなんですか、みんなやってる？え、アメブロってブログの方？違うよね、違います。まあちょっとアメブロの話は置いといてあ、ひなちゃんこんばんは、今日もとても可愛いです、ありがとう、嬉しい。いやマジで書く、いやこの年はねブログもね、アメブロも書きたいんですけど、いやそれこそね、まああの半年前いろいろありました、そうですね、たくさんの方をすごい悲しい思いにさせてしまい、もう本当にすごい申し訳ない、申し訳ない気持ちでいっぱいだったんですね、私的に。なんかなんて言うんだろうな、ひなのはなんか自分が前に立ちたいっていうのは、まあもちろんそれがファンの人が喜んでくれるならすごい前に立つことはすごいありがたいんですけど、でもそれよりもなんか自分はなんか自分が前に出たいっていうよりはすごいみんなが喜んでくれることをしたいっていう人なので、私はそう、それでだからこそ選抜に入れたのも嬉しかったし、やっぱりファンの人が喜んでくれるかなって思えたら、やっぱ話すこと、みんなに知らせるのもすごい楽しみだったし、そうだからなんかそう、それが一つなくなってしまったのが私的にはすごく悲しくて悔しくて、そうだから選抜落ちましたって連絡が来た時よりもファンの人に話すっていう方が辛くて、私はそうね、このシングルではすごいファンの人を、でもそれこそ逆にそのじゃないロマンティックっていう曲をいただけて、あのセンターもやらせていただいてね、初めてのセンターでの MV 撮影だったので、でもそれは、まあ、悔しいけど全然なんかだからチャラには全然ならないし、うん、だから良かったとも思わないけど、あんまりでもそういうそれを逆にポジティブに捉えて、そうやって自分がセンターの曲を一ついただけたのはやっぱり今まで自分が頑張ってきた形跡でもあるから、それは自分を褒めてあげたいなって思います。やっぱりカップリング曲のセンターっていうのもやっぱなかなかなれるものじゃないから、そう泣きません泣きませんよ、そうだからそれもジャナイロマンティック選抜曲より好きだ優しい、ありがとうね。でもね、一回も披露できてないのひどくないみたいな、一回ぐらい披露させてくれたっていいじゃんね、これはマジで怒りますよ、私も、はい、怒ってます。一回ぐらい披露させてくれたってよくない、別にみたいなこともありつつありつつ、まあそれですごいファンの人がなんか今までなんて言うんだろう、ひなのをに会いに来たことない方も来てくれて、わざわざなんか選抜次戻ってくるの待ってるねとか、応援してるよとか、初めて来たけど応援してるよとか、すごい声かけてくれて、やっぱり私的にはやっぱすごいこの4年間で一番の衝撃だったから、一番辛かったんじゃないかな多分気持ち的にね。そうだからそのいつも応援してくれてるファンの方ももちろん嬉しかったけど、ひなのをそのことをなんていうの、応援してくれてはいたけど、なんかそうやってあ、いろんな人がひなのこと見てくれてんだなっていうのを改めて感じれた
シングルだったなって思います。なんかもし他にも推しはもちろんいるんだけど、その中でもやっぱりひなのが選抜に入ってほしいって思ってくれてる方が他にもこんなにもたくさんいるんだって思えたシングルで、今回そうだからそれはすごい嬉しかったし、それこそなんかいろんな人の応援の声があったからこそ自分は絶対に戻らなきゃなって思いました。だから自分なりに、まあ、もちろん楽しみつつも頑張ったなって思います。だから今回選抜戻ってきたのも、まあ、もちろんありがたいし、それは一人じゃ絶対できなかったことだからもちろんなんですけど、でもファンのみんなが頑張ってくれたからこそ、ひなの応援してくれてる人が頑張ってくれたからこそ、自分も頑張ったからこそ今回の選抜復帰はなんかもちろん戻ってくるっていう自信がありました。そう、自信があったから、だからでも一安心したみんなのワンちゃんじゃ連絡来なかったから全然連絡来なかったのマジで、あの配信あったやん、なんかなんていうの配信したじゃん、選抜のメンバー発表のちょい前ぐらいにマジ連絡来て、えみたい。それも、ま、でもそろそろだって先輩方卒業とかあるし、やっぱいろいろ考えるやん、もうそろ撮影しなきゃやばくないみたいな、えもうそろ連絡来なきゃおかしくないみたいな気持ちで、個人的にそうだけど、え待って連絡来ないんだけど大丈夫そうみたいなだからえ待ってみたいな、えでも結構頑張ったくないみたいな、え待ってファンの人もめちゃくちゃ頑張ってくれたのにやばいってみたいな気持ちになっちゃって、いやでも自信はあったよ、もちろん自信はあったんだけど、やっぱり改めてそうやって選抜戻りましたって言われた時は、あよかったって思いました。一安心、はい一安心しましたね。でもやっぱり思うのが、やっぱ選抜に戻ることもいることも簡単なことじゃないんですよ。なんか本当に難しいことで、だから選抜って難しいよね。なんかここで一安心するのももちろんいいんだけど、だからって言ってそこがゴールじゃないから、自分の中で。だからそうなんか難しいんですよ、そこは。そこは本当に難しいところですよね。そう本当にこの世界って本当に難しい世界なんですなんて言うんだろうな、何が言いたいかっていうと、でもひなのもやっぱり今回選抜に戻れたのはすごく嬉しいんだけど、でもなんて言うんだろうな、難しいな、言葉にするのはすごく難しくて、なんかどう捉えられるかとか、やっぱりこっち側のね立場だとファンの皆さんにこれを伝えることでやっぱ自分と思ってない方に捉えられてしまう。ちょっと語ろうみんな、ちょっと今日語るわ、語ろうぜ今日語るかいね、ちょっといいよ、もうツアーも置いといて、もうはい、いろいろ置いときます話は。今日のあの配信の目的はあれ、ツアーの話実はね、実はツアーの話なんだけど、もう変えました、もう全部放り投げます一旦で、今日は今から語ると、そうなんか、いやお酒も用意した方がいいよマジ、ひなの深い、ちょっと今日深い話する気分、なんかそういう時あるやん、たまにひなのたまにあんのマジで。ちょっとまた話それるんだけどさ、たまにさこうやって友達とさ2人で話してる時とか何でもいいんだけどさ、なんか高速道路ってすごくねみたいなあれ人間が作ったんだよやばくないみたいな、なんで
それを作ろうと思ったんだろうねみたいな。しかもいつ作ったんだろう、なんでそれを作ろうと思ったんだろう、高速道路作った人にやってみたくねみたいなって話をしたりとか道路ってすごくねみたいな、これどこにまでも続いてんだよ、どこ行ってもどこかには戻ってこれるんだよみたいな、なんかそう、そういう話になって、そうめっちゃ話すのこれあの夜の帰り道とかね、車の中でなんか車すごくねみたいな、これ戻ってこれんだよまたここにみたいな、だからどこに行っても戻ってこれんだよみたいな、みたいな話をたまにしますっていう話を置いといて、そういろいろ置いといてお母さんが何か持ってきましたっていうことで、じゃじゃん、ただのオレンジジュースじゃあこれをカシスオレンジと例えましょう、皆さんいいですか。そう、まあその話は置いといて、何の話してたっけ。そうで選抜に残るのって難しそうで、その前にそうでね、あ乾杯、ごめん飲んだ乾杯、今日語ろう。でね、そうこの表に出る人たちって本当に難しくて、そう選抜に残るのももちろん難しい。だから今こうやってひなが客観的に見て選抜に残ってるメンバーって相当な、それにもちろん他のメンバーももちろんそうなんだよ、 SK のメンバー全員選抜に選ばれてもいいぐらいの逸材しかいないのはもちろんひなのも知ってるし、でもそういうわけにいかないじゃん、ひなのも別に SK 作った人じゃないから、なんかそうだからもう選抜が18人とか何人か知らないけど、じゃあひなの今から、あちょっと待ってもう一回聞いてみんな、じゃあひなの今、はい、あの SK を知らなかった4年前に戻って、もう今みんなと同じ立場っていう客観的な話で話すね、わかる。ひなのも SK 知らないし、もう知らない、何も知らない中でひなのはその何十人とかいるねメンバーの中でみんなもちろん選抜にふさわしい逸材しかいないのは分かるけど、その中でもやっぱり全員をさ前に出させるわけにいかないじゃん。そうだからそれでなんか、でもなんかなんて言うんだろうな、だからこそそうやって人数をね数人に絞ったのももちろんそれは仕方がないこと、仕方がないことじゃん。だってさ、じゃあ歌番組出ましたってなって SK 全員で出ましたってなったらもうみんなもうちょっとよちょっとみんな選抜はちょっとみたいになっちゃうじゃん。だったらまあ仕方ないことになってはしまう、まあこんな話はとてもよくて、でなんかその中でもう何の話してたんだっけ。でそう結局すごいのよ、やっぱりそれなりにその選ばれた人たちってやっぱそれだけ応援してくれる人が多かったりとか、でもその分やっぱりプレッシャーがあったりとかやらなきゃいけないことが多かったりとか、なんかなんて言うんだろうな、それなりのことをちゃんと結果を残してる方々をやっぱ見てるとなんかすごいなって思います。あ今選抜見てる、この目線は選抜すごいなって思いますね、やっぱりなんかそうそう、だからそれはなんかだからひなのは、まあ、そんなこと言ってる人はいないと思うけど、やっぱりなんでこの人が選抜って思う逸材がいなさすぎるなって思います。改めてアメブロにきちんとまとめて書けないの、文章に書けないの、言葉もできないの、文章にもできないから、そうそういうことだから文章苦手。うん、でそうでやっぱりひなのがもちろんやっぱ選抜に選ばれた時と選抜に選ばれてない時ってやっぱ仕事の内容がやっぱちょっと違ったりとかもするわけよ。そうだからその分のその選抜の仕事をこなすってのもすごい難しいことで、意外とそうだから難しいんですよ、意外とだから難しい。
だからそこに残るってのも難しいの。だからそうなんだよ。だから落ちるのってなんか選抜から落ちるのも難しいの意外と。それこそ自分が別に気を抜いてたつもりがないからね。だから難しい世界だよねみたいなどう思う？思わ？難しくない？だって難しいと思って。そう、言葉にしにくい。めっちゃ言葉、そうだからひながこの発言をしたことで変に捉えられちゃいけないなっていうのでいろいろ考えながら話すから余計に言葉出てこないのもあるんだけど、まあもともと語彙力がないっていうのも金触ってなんか混ざってもう意味わかんないんだけど、そうで別に自分はなんかこうなんかここでパッて見せてるつもりも意外と伝わんなかったりとか、だからなんか本当にね難しいよね。そう難しいんですよ。そうでね、そうで今からみんながどう捉えるか分かんない。ひなのは別に全部悪い方になんか捉えてほしくないけど、一つ言うとひなのが思うのはやっぱりなんかなんて言うんだろうな言葉にするのはすごい難しいんだけど、やっぱりやっぱりなんて言うんだろうな、そうね、旧期生がもっともっと前に出れるきっかけが多かったらいいなって、多くするにはどうすればいいんだろうなって考えたりとかもしますね。どうすればいいんだろう、すごい難しいところではあるんですけど、それはひなのがどうなんかどうにかできる問題でもないから、すごい難しいところではあるんですけど、そうね、そうでも誰一人旧期生がなんか怠ってるってひなのは思わない。マジで思わない。それはそんなメンバー同期にそんな同期いないからね、周りに。そうだからきっと時間がかかるのよ、この初めまして初見の方今ねめっちゃ語ってるそうでも時間がかかる仕事なんだよねこれはきっと。そうだけど、そうひなのはメンバーの気持ちも知ってるし、なんかメンバーがいろんなことをやってるから、それを知ってるからこそなんか難しいよなって。でもだからといってなんか今選ばれてる選抜の方々がなんか納得できないわけでもないから、自分はそうだから難しいの、難しくないっていう話。別にだからといって答えがあるわけじゃないこの話に。だから言う必要もないのかもしれないけど、これ独り言そうこれ独り言ね。そうだからすごい自分が、そうだからひなのは自分が頑張ることで旧期とかがすごい刺激になってくれてるんだったらとか、自分が旧期を知ってもらえるきっかけになってたりとか、チーム S を知ってくれてるきっかけになってればいいなって思いますね。すごく難しいことなんですけどね。そう難しいとこなんですよこれが。まあいろいろあるよねっていう、そう難しいね。でもだからといってなんだろうな、なんかこれ以上頑張れなんてもう思わないの別に。ひなのは頑張ってるから、みんなちゃんと頑張ってるからこそ頑張れなんて思わないし、だけど
と自分の強みが一つはあるはずなの。それこそひなのはステージに立つことが強みだったり、喋ることが強みだったり、そういう強みがあるからこそ、まあ、それがあだとなる時もあるんですけどそう、あだになることももちろんあるんだけど、だからみんなも自分の強みとかをなんかもっと表に出せるきっかけがあったらいいなって思いますね。はい、そうっていう深い話をたまにはいかがっていうどうそうそう、うん、うもやん、深いね、むずいでしょ、むずいのよ、そうそう、いろいろあるよねっていう話。そうでも今じゃあ休憩でじゃあコンサートしてくださいとか、ゼップしてくださいゼップのっていうのが来てもひなのはでもちょっとなんか自信がないのは正直あるんだよね。なんかそれはなんて言うんだろう、なんて言うんだろうな、そうちょっと自信がないの、なんて言うんだろうな、そうなんでなんだろうね。じゃあ今から休憩でコンサートやってくださいって言われてもなんか身内だけで、うちらだけで楽しんじゃいそうで、そうだからそのコンサートとかをする前になんか休憩で何かしたいなって思う。なんかそう休憩となんか個々の力はあっても休憩の力はないの多分今チームごとで。そう深いでしょ、わかる、わかんないよね、難しいよね。なんかチームの休憩のなんか熱量は多分今めっちゃあるかって言ったら多分ほんとそんな昔ほど研究生の時ほどないから、だから難しいところ、そうそう、だからなんかそこはもっと休憩の熱を深めてからそういうのやりたいって思う。みんなのはでも絶対何かしたら楽しいし成功もするし、その自信はもちろんあるよ。今ただそういうきっかけがないから自信がないだけっていう、これも独り言ね、別に話さなくてもよかっただけど話しちゃったっていう話。そうだから木で何かやれるっていうことも本当にすごいことだと思う。ひなのはその木が同じ熱量を持ってたりとか同じ熱さがないと成功できないからね。だからすごいの先輩方は。そうだからなんかそう休憩で休憩がもうちょっと前にできるきっかけを作れるようになるのも頑張るし、だからなんかみんながみんななんて言うんだろうな、なんかそんな偉そうなこと言ってるつもりもないんだけど、ひなのほんと独り言だと思って聞いてほしいんだけど、なんかなんて言うんだろうな、そうひなのは頑張るからなんか頑張るね、ひなのなんて言ったな、ね、ひなのがどうすればいい話でもないんだけどさ、なんかなんて言うんだろうな、難しいね、うん、でもみんながやってることは絶対間違いじゃないんだよ。
伝わるかな、なんかね、なんて言えばいいんだろうな、難しい難しい世界だよっていうことを伝えるのが、じゃあこの結論結論タワー立ったの、言い話しすぎて言い話しすぎてタワー立ててくれたの、すごっ、ちょっと待ってニッシーニッシーありがとう、また語ろうね、トーク会でもまた同じ話するわ、じゃあどう思うっていう、ね、いい話しすぎてニッシーがタワー立ててくれました、皆さん拍手ナイスニッシー深いってことですね、ありがとう、ごめんね、そんなつもりないんだけどショールームなんて何年ぶり、ショールーム、いい話聞けましたそう、多分ひなのがなんて言うんだろうな、だからひなのって本当にさ、なんかアイドルなんだけど、多分アイドルじゃないのよ、アイドルなんだけど、もちろん悔しいって気持ちもあるし、もっと頑張るって気持ちもあるし、そこはもちろんアイドルの世界のアイドルではあるんだけど、なんかそれよりもなんか思い出作りたいとか、みんなで楽しみたい、ファンの人と楽しみたいとか、楽しくやりたい人だから、そっちを考えちゃう、そう、難しいの、難しいところなの、だってさ、人生ってさ、なんか人生ってさ一度きりじゃない、それをさ、なんかこうやってさ、アイドルじゃやってるじゃん、アイドルをやってるのに、それをなんかもちろんバチバチするのもそれなりの達成感とかがあったりとかするんだろうけど、なんかひなのはそのパチパチでもうパチパチパチってするよりは、なんかじゃあもっと行こうよみたいな、もっとみんなで行こうよとか、行こうみたいな、なんていうの、なんか楽しみたいの、とりあえず一つの思い出として、若いうちにできる今の思い出として、なんか楽しみたい、っていうのももちろんある、もちろんある、それもある、でもやっぱり、でも人気が出れば出るほどみんなの前に出れる量も増えるだろうから、それも頑張る、もちろん頑張ります、なんか楽しみつつ、楽しいがメインで、でも頑張るもちゃんと頑張るよみたいな気持ちで、これからも頑張りたいなって思いますね。ハゲてても青春、そうだよ、髪の毛なんて関係ないの、そう、気持ちが大事ってことだね、気持ちです、気持ち、そう、 S がねチームになったのも本当になんか S が変わったねとかすごい言われるのって、絶対にみんながココじゃなくなったからだと思うんですよ、別に今までがココだったかって言われたらそういうわけでもないけど、きっと今ほどのみんなのそれこそお互いを思う熱量がなかったから、だから今はみんなが同じ一つのステージを作るための熱量が一緒だから、 S は変わったなって、変わったな、自分でも思う、だから嬉しい、ひなのはチーム S で動く何か、それこそ今回ツアーはすごく楽しい、うん、でもこれのチームを作る、このいいチームを作るまでのきっかけはちゃんとあったの、それこそ戦った1ヶ月があったからこその今だから、そう、みんなが勇気を出して
ぱ勇気って大事なんですよ。勇気、勇気が大事。発言する勇気、踏み出す勇気、これを忘れずに皆さん。そう、そうなんです。そう、ひなのも勇気を振り絞って、いやちょっといい、なんで怒られてんのあれは言い方がきついかもしれないけど、あれも勇気の一つね。でしょ、ちょっといい、おかしいやんおかしいやん、ね、怖いね、怖いよね、怖い、自分怖くねみたいなそう、本当にね。じゃあ、いやそれぐらい、それぐらいなのもいいものにしたかったし、いいものにしたかったからこそ本気で、本気、まあ怒ってないけどちょっと怒ったそう、ちょっと怒ったみたいなね。そうそう、だからあれこそ、あれも賛否両論、賛否両論あるのよ。そう、ブチ切れてないあれ、そう、ブチ切れてないの、別に怒ってない、怒った怒った怒ったけど、そんな怒ってない、別に、ちょっともう怒った、怒ったわ、怒った怒った怒ったけど、自分なりにあれは冷静に言おうと思って、あれね、そう、なんていうの、冷静、冷静になって、で冷静になるとさ、やっぱ人って髪の毛触りたくなるのよね、ごめん人って髪の毛触りたくなるのね、マジで。ひなの、まあ、じゃあひなの、ひなの、ひなのは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 冷静になろうとすると髪の毛を触りたくなる、でこうしたくなるの。そうで、収まる、収まる、落ち着いていいよ、落ち着いていいよと思った時に、しかもバカ熱い、しかもバカ熱い、あの、あのレッスン場めっちゃ熱い、めっちゃ熱い中で、あのめっちゃ熱いから駆け上げるやん、しかも怒ってるの、冷静になる、冷静になるために髪の毛触るやんみたいな。したらもう髪の毛触りまくりで、そう、したらなんかね、まあ、いろんな賛否 両論ありますけどありますけど、でもそれが何と言われようと、あれで今のは致命さ変わったと思ってるから、だから悔いはありません。私は間違ったことしてないし、間違ったこと言った記憶がないので、私には、はい、そうです、ごめんなさいね。そう、でも私はそう思う。そうっていう話も挟みつつでもあれもひなのは勇気を振り絞った、迷ったの、正味言うか言わないか、なんか別にその前にあんな先生が言ってくれてるわけだから、別にひなのが言う必要もないのかなって思ったけど、みんなの体力的な面でも精神的な面でも今言うことではないのかなと、だからひなのなりにも考えたけど、でもこれ言わなかったら結局変わんなくねみたいな気持ちになったから、言ったら、ああなったああなったって話でした。だから言う人の勇気も、皆さんこれから何があるか分かりませんけど、あの全て自分の意見が全てではないので、なんかあこういう気持ちでも答えてるのかなって、ちょっとは相手に寄ってあげるっていう考え方もしてみるのはいかがでしょうかっていう話でしたおもろ、いろんな話したね。いろんな話しましたけど、皆さん そうだってその日に言わなくて、次の日とか、じゃあその後に言ったら、いやなんだその時に
ってよって言われるかもしれないよ。そしたらだったら何も言われようが今言った方がいいですね。そう、今日は深い夜ですね皆さん。ありがとうございます。本当に深い話でした。カシオレ5杯ぐらい飲んでますね。そうですね、もう空です。2軒目行こうぜ。元気だな。元気坊主おる。元気坊主。うん、そう、暑かったね今日の話は。いろいろ話したね、ツアーの話から踏み出す勇気の話まで。幅広、幅広いな。そう、高速道路の話もしたしね。すごくない？話のさ、ラインナップ多くね？これがひなのの魅力です。皆さんいいですか？ひなのの魅力、はい、チーム S の今の告知もできちゃったり、高速道路の人間の深さまで伝えられたり、あの踏み出す勇気という皆さんに勇気を与えるようなメッセージがあったりとか、考えられません。なのになんでブログは書けないんだって思ったそこのあなた、これが青海ひなのです。はい、ありがとうございます。ゼップのどこね、ゼップ話ね、いつの話って感じですね。もうもはや、そう、選抜の難しさまで話してたもんね。見上げてたもん、ひなの、なんかすごいなって。はい、かかったね。いや、今日も青海ひなのキレが良かったっていうことで、そう、自分の足のあざがすごいって話もね挟みつつ、はい、いろんな話しましたけど、で、ニッシーがタワー立ててくれたりとか、深すぎて深すぎてさ、タワー立てる人初めて見た、おもろくね。おもろい、ありがとね。そして見に来てくださった皆さんがいたからこそ、今こうやって私は話す勇気が出ましたから。楽しかったね。たまにはこういう深い話もしましょう。でもとりあえず言いたいのは、 SKE48 って面白いですねっていう、ファンも含めて。だからもっといろんな方に知ってもらえたらいいなって思いますので、ぜひあの何を出したのか忘れたんですけど、あ、そう、劇場の方に足を運んでください。あとツアーも今んとこそうですかね。今んとこ稲野が皆さんの前に出るものは S 公演か福岡です。なのでぜひ、そう、ロングトーク会もあったりとか、そう、ロングトーク会がどれぐらいロングなのか分かんないんですけど、まあ、また一回いい話でもしましょう。何でもいいよ。え、すごくねみたいな、ピアノ作った人すごくねみたいな、何ドレミファソってみたいな、なんでこれドにしたんみたいな、だって別にこの音がピでもよかったわけでしょみたいな、でもドだよねみたいな。みたいな話もロングトーク会で別に話しても全然いいですよ。はい、何でも話せるので、ぜひぜひまたお話ししましょう。ということで、今日遊びに来てくださった皆様、本当にありがとうございました。これからも、あ、そうで、とりあえず稲野が言いたかったのは、ツアー楽しかった。ありがとう。そしてそう、それももちろん、そして、あ、アーカイブもあるよって話、アーカイブもあるよって話も挟みつつ、選抜ありがとう、みんな応援してくれてて、ここまでとりあえずね。でもこれからもみんなの頑張るから、頑張るので、もうそれしか言えん。でも楽しみたい、みんなと楽しみたいし、みんなといろんな思い出を作って、いろんなところに行っていろんな思い出も作りたいし、ので
私と一緒にたくさん夏の思い出を作り、夏も含め今年1年思い出を作って今年いい1年をで終えましょう。よろしくお願いします。とりあえずひなのおめでとう、イエーイ、ありがとうございました。ではランキングをね簡単に読ませていただきます。ごめんなさいね、ちょっと深い話をしすぎて少しお時間がないのでね13かな、お13、わあ嬉しい、青海ひなのアカウントの嬉しい、ありがとう、こんな可愛いアカウントまで作っていただけた私は幸せ者です。これからもおめでとうだって、ありがとう、これからも応援よろしくお願いします、ありがとう。そしてあメガネくん、メガネくんまでありがとう、嬉しい。なんか本当に最近はねたくさんの方に見ていただけるきっかけをいただけるようになったので本当にそれは嬉しく思いますし、これを継続できるように私も頑張りますので見守っててください。ありがとうメガネくん、ありがとうね。そしてお花とばのくまちゃん、ありがとうございます。なんか書いてる、アバターひなのアカウントって言ったやばいねやばいね、そういうとこもそういうとこもあったりとかそんなお茶目の部分もあったりとかしてからのひなのしかということでありがとうございます。まあ、ひなのしかって言われるようになったのも研究生の時からで、ね、ファンの方がすごくない、ファンの人ってすごくてさ、マジでひなのしか、ひなのだけだよ、ひなのしかっていうのすごくないみたいな、なんかその語呂がいい日本語よく思いついたよねみたいなところが、本当にひなのファンの人リスペクト、ありがとうございます。本当にいつもまた一緒に思い出作りましょう、のしかそして10位はおひなぴよアバター、ありがとうございます。いやもう本当にね福岡のゼップもあって、福岡はそれこそねなかなかひなの初めてなの、握手会では行ったことあるんだけど、福岡に九州の方にコンサートをしに行くのは初めてなので、だから楽しみです。美味しいものも食べながら初めて行く聖地で、熱い熱い会場にすることしか考えていないので、皆さん楽しみにしていてください。もうアーカイブ見たら来たくなるんで、とりあえずアーカイブ見てくださいありがとう、ありがとうね。そして9位はわーかわいい、すごいね、みんなそういうアバター、蒲田夏希さんアバターの方ありがとうございます。そう、それこそナッキーさんなんてさ、いや急に語るけどさ、マジで多趣味じゃん、何でもできるじゃん、あの人ってマジでほんとすごい人なの。だってラジオとか一緒にさ出たことあるんだけど、夜中のね、なんかエンタメの話ができたりとか漫画の話できたりとか、それこそなんか将棋とかできたりとか、本当にもう多彩多彩多彩すぎてもうかなわんですわね。本当になんかもう隣で聞いててマジおもろみたいな、おもろみたいな、マジでおもろい、聞いてたもの、ひなの知らない世界のことをめっちゃ知ってるからマジでおもろいんですよ。だからナッキーさんからおすすめされた漫画とかマジ読みたくなるもん、読んだことないんですけどまだそう、読むタイミングがない、読むきっかけとタイミングがないから読んでないんですけど、そうひなのって人生しか語れないの、わかる、ナッキーさんはひなのは人生語れるんだけど、ナッキーさんはもう漫画とかそのこうエンタメとかそういうの語れるから、そうひなのって毎回さ人生語ってももうネタ尽きるやん、もうひなのまだ21年しか生きてないからそう21年しか生きてないからそんな長い人生語れないので、だからこれは私もちょっと何か語れるものを一つ二つ三つぐらい増やしたいなって思いました、ありがとうございました
ありがとね。そして8位、わあ、ひなのまたおみ、ひなのアバター、わあ嬉しい。いつも美味しそうなパンなのに今日はあおみ、ひなのアバターですね。嬉しい。こうやってひなのを好きになってくれる人が増えていくってことは私にとっては本当に幸せな日常。本当に私がアイドルをやってる甲斐があるので、やっぱね、ひなの応援してくれればくれる人が多ければ多いほど私ももっといろんな人を楽しませて、ここにひなの応援してくれてる人みんなを楽しませたいっていう気持ちがさらに上がりますので、なので今はもう上がりまくり中なので、なので皆さんを楽しませる覚悟で私はアイドルをこの短い人生一部捧げるんで、皆さん楽しみにしててください。ありがとうございました。ありがとうございました。そして7位は、なんだ？これ？これまでもこれからもひなのしか選抜復活おめでとう、ありがとう、嬉しい。ありがとう。そうだよ、これからもひなのしかってことで皆さんひなのを忘れないように。遠くにいてもって感じですね。遠くにいても支えって感じです。よろしくお願いします。ありがとう。これからもたくさん思い出作りましょう。ありがとね。そして4位は、ずっと応援し続けるね、いつもありがとう。こちらこそだよ、ひなの本当にね、もうねマジでね、お母さんとよく話すのはマジでひなのファンの人って優しくねみたいな本当にマジでさ、なんでこんなにいい人しかいないんだろうねみたいな話をよくおやつするんですけど、いや本当に感謝しかないね。もう今ひなのがここにいるのも、こうやってアイドル続けてるのも皆さんのおかげなんで、本当にありがとうございます。だからこれからも、え待って、飛ばしたいなの最低じゃね、そういうところもなんかうっかりみたいなところも、あちゃちゃってた感じのところも、あなんかそんなところも魅力的なんじゃないかなって思うので、はい、だからねすぐ人の名前間違えたりとかするんですけど、でもそんなひなのも愛してください、よろしくお願いしますごめんね、ありがとう。そして戻って、はいはいはい、ニキビが治るように弾み先で絵馬書いてくる、えマジで書いてきてガチでガチでさ、本当に書いてきてほしい嘘なんだけど、マジで行きそうだからやめてほしいんだけど、そうやっぱね、こうやってそうこんな感じで配信者が言ったことを真に受けてしまう人がいるんですだからやっぱり私たちもいろいろ考えながら話さなきゃいけないんですね。そこにつながるんです、伏線回収。これが皆さんいいんですか、これ今伏線回収しました。なので皆さん、でもだから私たちの気持ちにもちょっと寄り添って、うん、これは冗談だなって思ってくれたら嬉しいです、よろしくお願いしますありがとう。でも今ね順調にニキビも収まってきてるので頑張りますありがとう。そして次は、仲良くなるため絵馬描こう、また絵馬描きに行くやついるわそうね、なんかそうこうやっているんですよ、こうやって、またこれも伏線回収なんですけど、私がいや君は仲良くないよ、ひなのは冗談で言ったつもりなんだけど、相手はこれ本当に言われてんのかなって思っちゃうこともあると思うんですでもいいですか皆さん、ひなのが言ってることは大体冗談、あのでも本当は本気の時もあるから、マジ全部冗談と思わないでほしい。だからなんかそこはちょっと難しいと思うんだけど、なんかあの本当に皆さんの方が頭いいと思うんで、なんかあこれはひなのの悪ノリ出てるわあいつはははって感じで笑ってやってください、よろしくお願いしますそうひなのの取扱説明書はちょっと難しいんですけど、皆さん難しいんだけど、だけど基本なんか分かると、顔つき見て分かると思う、あこいつ今ふざけてるわみたいなそう
だから両方あるの。深い話もできたり真面目な話もできるんだけど、ふざけるときふざけるみたいなギャップがすごいところも好きでいてください。今日多いね、ひなのの紹介ありがとう、ありがとうね。そしてそして次は、あれ、あ、間違えちゃった、これだね、うん、これか。23日初日、え、初愛を君に、あ、23日初愛を君に公演、青青振ります、青青も振りますだった、だよねだよね、危ない危ない、こうやって勘違いしちゃうんで、もってちゃんと主張してくれないと。はい、まあでも青青も振ってくれるということで、青も振ってくれるのはすごい私にとっては嬉しいので、ぜひ皆さん、そう、ひなのサイリウムは青色と青色です、2本で持ちやすい感じになってますね。そして青青はすごいなんかもうどのサイリウムにもあれ、もうありがちありがちもうマイナーマイナー、なんか普通もうマジありきたりなサイリウムの色なので、皆さん、あ、そういえばなんか青2個持ってたかもみたいな人がいましたら、ぜひ青を振ってくれると見ちゃうよんって感じで、これからも青を振ってください、よろしくお願いします。そして次はひなかつ最高ひなのしか、そう、ひなかつっていうのはね、これ説明したことなかったんだけど、まあ本当にあの時もマジで適当に言ったんでそう、別に深い意味ないマジでごめん深い意味マジで、なんかでもみんなひなかつって何みたいな感じで、すごい皆さんを惑わせてしまった、これもあの皆さん、これも配信者の悪いとこね、あだとなったあだとなったやつなんですけど、ひなかつはあれ、そう、マジで適当なの、本当に適当なの、みんなごめん、マジでそんな深い意味なくて、そんなにあんなにファンの人みんなびっくりさせると思わなかったんだけど、あのひなのを応援する活動、これ略してひなかつね、そうなんだけど、なんか、え、何ひなかつってみたいな、みたいなみたいな感じになっちゃって、そう、気まずかった、え、なんか、え、気まずみたいな。しかもなんか鍋ちゃんもあるんだよね、田中つ、田中つで合ってる、あ、ファン名はお友達だよ、これはガチそれもノリそう、え、わかんないけど、ひなかつはヤバトンには、ヤバトンにはあったかな、なんか最近ちょっとキャンペーン終わっちゃったかもしれん、ヤバトンではね、ごめんなさい。そうだから、なんかそう惑わせちゃってごめんなさいみたいな、でも本当になんか変な意味じゃなくて、ひなのを応援する活動、略してひなかつということで、皆さんひなかつを楽しんでください、よろしくお願いします、ありがとうございます。でも今ファン名めっちゃ変わるんだよね、ファン名青みけとも言ったこともあるから、ちょっとあんまりあの深読みしないようにお願いしますそして1位はなんと西タワーを建ててくれました、本当になんかすごい申し訳ない気持ちでもいっぱいなんですけどあのこうやってたまには深い話をして、皆さんとまたいろんなお話や思い出をこれからも作っていきたいと思ってますし、こうやってショールームをね、いつも遊びに来てくれて、会いに来てくれて、いつもありがとうってことを今日この場で伝えさせてください、ありがとうございます。そしてこれからも、今度は全部ツアーの話聞かせてくださいね、ガチやんそれな、まあ、今度はね全部ツアーの話もしたいと思ったりもするんですけど、でも私が話すよりもアーカイブだったりとか来た方がもう分かりやすいのね、もう今のはなんかもうマジ楽しかったとかしか言えないので、見たら伝わるのでぜひぜひ見てみて、でその後にアフタートークまで見るともうなんと分かりやすい、もうこんな分かりやすいもの、このツアーの全てが分かっちゃうじゃんってぐらい分かっちゃうので、ぜひ昼夜アフタートーク福岡
皆さんこれが全部1セットになっていますので、ぜひぜひ、まあ、どこで終わってもいいです。皆さんのそこは自由です。強制はしませんけど、まあ一旦ね、一旦福岡はまだ8月6なので、一旦アフタートークまで見て、その後どうするか皆さん決めてください。よろしくお願いしますありがとうね、みんな。そして遊びに来てくださった皆さん、本当に本当にありがとうございます。これからも青のみんな、青みなの、青みなの応援する活動でしたっけ。そしてあれがしい長津、青みひなのしかのしかということで、これからも青みひなの応援よろしくお願いします。セット料金はURL や非公式に載ってたりとかするので、皆さん私よりもツイッターの方が詳しいので、ツイッター見てくださいありがとう、またね、おやすみ、おやすみね、また元気な姿で会いましょう、バイバイ、おやすみね、バイバイ、また会おうね、バイバーイ、おやすみー。